ではこれと、そして岡村隆史さん、今度どの楽器、はい、これクインテルナでしたね、先ほどの。日本弦がありますし、ちょっと、はい、クラシックなんですね。カヌン型のスチール弦で CD にも入っています。2曲目に入っています。ロミオとジュリエットを演奏してみたいと思います。お互いにこう音が不安定な楽器同士ですので、どんな風になりますか、お楽しみに。私がブログの方とかで書いてます、ブログでも書かれていますが、これは楽器といえば大体ヨーロッパの木材が使われているんです。琵琶は日本の木材ですか、はい、普通のギターとか、ね、マンドリンとかヨーロッパの木材なんですが、これは日本の、カラマツと日本のカエデ、ポプラ、あ、ごめんなさい、間違えました、ポプラでした、カエデとポプラ違うんですか、はい、を使って作った楽器 で、その材木も燻煙熱処理という処理を施した今研究中のものなんですけど、これ第1号でね、ギターを作らずにマリアハープを作ってしまったということで、マリアハープにはこれ合うんですかね、日本の木でできたマリアハープ初めてです、今日初めて見せていただきました。はい、どんな音かというと、多分おことのような音がすると思います。あ、軽い音ですね、明るい音ですね。これとマンドリンとあります？はい、あります。じゃあちょっと待って、なんか、日曜日に弾いちゃいけない曲を今から弾いてます。ピンターの曲です。
ぶりですね。随分古そうですけれど、これは持ってきてくれます。1900年だぜ。1900年。素晴らしい楽器ありがとうございます。喜んでいただいてくださいはい、これがあの日本の木材を使った、ハープの音でした。とても柔らかいから初心者の方には弾きやすい、柔らかくてあの明るい音ですね。CD の中にはあの13曲入っていまして、13曲のうち1曲はあの私の手話の歌オリジナルの1曲だけ入って、あとの12曲というのはあのどなたでも知ってるような映画音楽からね、私の歌が入ってるんですが、大体まあスローなものが多いんです。ハープの曲ですからね、こう残響を利用した音という音楽ですので、あのですとまあ私たちが歩くぐらいのテンポ、脈拍と同じぐらいとかね、そんな感じで落ち着いて聴ける音楽が入ってるんですが、その中で1曲だけあのそのテンポのある曲を入れています。マリアハープで速い曲を弾いたらどうなるのかということのちょっと限界に挑戦してみたいと思います。コーヒールンバです。